三菱グループの強い絆東京丸の内にある三菱商事本社ビルの最上階21階は主に客の接待用に使われることから迎賓館と呼ばれているしかし毎月迎賓館に緊張が走る日があるそう金曜会である金曜会は1954年から始まった三菱グループの会長社長を集めて懇談昼食会を行う目的の親睦団体であるその実態はどういったものなのか世界中で事業展開する三菱グループは多くの大企業が名を連ねている その中でも三菱重工三菱商事三菱 UFJ 銀行の3企業は御三家と呼ばれ三菱グループの中核となっている三菱グループに関する決議事項がある場合は御三家のトップのみが別の部屋で会議をする金曜会では外部の講師を呼んで講義を聞くこともある三菱重工は伝統的に三菱は国家なりとの意識を持っており質疑応答の際にはそういったテーマの質問が出ることもあるこういった意識が三菱グループの強い絆を生み出しているのかもしれないご視聴ありがとうございますチャンネル登録・高評価をお願いいたします